始まりから終わりまでをノーカットで見ていただきます。ピンチがチャンス、 JJ チャンネルです。今日はちょっとどうですか、カラオケボックスに来ております。今からですね、僕の美声を皆さんに聞いていただこうではなくてですね、今日はスーパー霊能者裕次郎さんをお迎えして JJ を霊視していただこうと、ね、いうような企画になっております。ビビよろしくね。今日はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。裕次郎さんも来ていただいておりますので、はい、今日は僕の、こちらにいらっしゃるですね、うん、後ろの方をですね、うん、見ていただいて練習をしていただこうと、まあ、どんなような結果になるか僕もハラハラしておりますけれども、はい、お願いしたいと思います。はい、登場してもらいましょう、裕次郎さん。はい、どうも皆さん、はい、こんにちは、クロマス。こんな感じです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか俺より似合ってる。いえ、とんでもないです。もうとんでもございません。裕次郎さんのためにですね、この黒マスク新品をあつらえました。はい、はい、もう今日はですね、はいはい、霊視、そうですね、をしていただきたい。はい、セッションです。セッションセッションですね。セッションやります。俗に言う、まあ、裕次郎さんが一般、まあ一般というか今までそのずっとされてきた霊視をそのまんま、僕がまあそのカウンセリングを受けるしてやと思ってね。はい、わかりました。あんまり何でも言っていただいて結構です。わかりました、わかりました。あのやばいな言うとかバンバンカットします。わかりました、はい、カットしませんのでね、 P が入るかもわかんないけれど、見ていただきたいと思います。で、僕自身の、もし個人情報を言うようなね、あの質問が受けた時に個人情報なんか出るとこだけはピー入れさせてもらいますね。はい、あとはこうやって聞けば僕がいいから。ああ、そうです。あ、はい、そうか、そうか。こうやって、はい、なるほど。直接ね。はい。で、どんな形なんですかね。僕がいろいろ質問している形というか、それとももう見えてることをどんどん喋っていただく。一旦、僕が見えてるものとかを話して、はい、その上で質問があった場合はお答えするって感じ、あの言ってもらって僕がお答えするって形。なるほど、はい、あとまあその前ほら周りの部屋が結構歌ってる方が多いから、うん、何か違う声が入ってもそれは違う人が歌ってる声だと思ってください。これあのカラオケボックスでやってますので、はい、今でもちょっと音楽入ってるかな、音が、うん、ちょっとだけ入ってる、入ってるかもね。音に関してはカラオケの音ですが、レース中に映り込んでいる何者かはやらせではありませんが、裕次郎さんからどの場面でどのようなものが映り込んでいるかは動画内では触れないように指摘されました。ですのでその場面の繰り返しなどの強調は一切行わない編集になっております。申し訳ありません。はい、それではですね、はい、僕全然進め方も何もわからないですけれども、それでは裕次郎さんにですね、この JJ の霊視をしていただきたいなっていうふうに思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速始めたいと思います。僕のセッションの場合はまずちょっとある文字を、ね、あのこうやってまだ皿ですけど書いて、お名前と生年月日を書いてもらって、それで一旦見るという形になりますので、じゃあちょっと準備しますね。はい、はい、ちょっとね、重くなるかもしれないですけど、はい、ちょっと我慢してもらって。ちょっと
はい、ではこちらにあの青年あの、はい、お名前フルネームでここをお願いします。縦に、はい、フルネーム、漢字で漢字で、はい、ここにこれ、ここシーンでしょ。はい、そうです。普通に僕の名前をかけて、そうです、そうです、そうです。僕ね、目が見えないんでね、これは。すいません、字が来たら。お願いします。青年学校、青年学校、横に、はい、西暦でお願いします。読み方ですね。読み方ね。はい、はい、ね、読み方、これで合ってる？うち見えへんねんけど、これで合ってるかな。うん、合ってる。合ってます。はい。そこまで目が弱っとるんです。はい。はい、ですね、ちょっと待ってくださいね。OK です、わかりました。はい、JJ って言った方がいいですよね、僕はね。はい、はい。JJ はですね、今のエネルギーを見る限り、すごく、大きなことは想像できるんです。想像とかイメージもできるし、とんでもなく、その成功への道、終着点ですね、ゴールっていうのはちゃんとできてるんですけど、いかんせん最後の爪がねできてないっていうところがありますね、うん、で、お名前の中に空と土のエネルギーがあって、到達点をしっかり見つめて今の現在地が分かることをしていけば、今の現在地さえ分かっていればあとは問題ないです。うん、ただこの現在地を間違えちゃうといつもとんでもないところに行っちゃう、これが今までの例ですね、うん、でやっぱり、空が大持ちだからやっぱり透明で俯瞰しては見れるんですよ。俯瞰しては見れるんだけれども、この土っていうこのエネルギーは、まあ、その土地もそうだし、その、うん、分かりやすく言ったら場所、土地じゃなくて今いる自分の状態です。状態っていうのは地位とか名誉とかもあるし、人間関係もあるし、その環境って言ったら分かりやすい。その環境がちょっとでもブレると違う方向に行っちゃうんです、うん、そこを今後はきちんと明確にさせてください。そうすればできてます。ちゃんとできるようになってます。あとはちゃんとプロセスを今後決めていった方がいいです。じゃないとブレます。うん。で、過去いろいろこう、やられてきたと思うんですけれども、間違った解釈をされることが多いので、その間違った解釈をされるのはあんまり良くないから、ちゃんと説明をしてる方がいいですね。なぜでやってるのか、なぜこの行動を取ってるのかっていう。JJ の中ではその行動は理にかなってるんですけど、他の人からしたらその JJ のやってることは理にかなってないっていう反発が多いね。そこは、これからちゃんと言ってかないといけないものです。で、今までと違うところはちゃんと足、地面固めようっていうところが出てきてるんで、そこは問題なくそのまま継続してやってください。
で、後ろの方はこれお父様の方ですか、お母様の方の名字ですか。名字、名字は父方です。あ、じゃあ、父方の方の方が後ろについてます。はい。で、どのぐらい前だろう、結構前の方なんで、なんだろうな、帳簿を持ってるんで、帳簿、何かを管理されてる方ですね。うん。ご先祖さんですか。ご先祖さんです。血がつながってる。血がつながってます、うん、多分6世代か5世代前ぐらいの上の方です。ほうほうほう、だいぶ古いですね。だいぶ江戸時代ですね。江戸よりちょっと前かもしれないですね。あ、もうちょっと前かな。おそらく400年ぐらい前だと思います。戦国時代とか、ほうほうほう、そのレベルの方です。はいはいはい。ただこの方はちょっと数字がおっちょこちょいなんですよね、うんうん、だからあんまり数字はちょっとっていうところが今後起きるかもしれない。でそこはちゃんと数字は書くようにしてください。はいはい、記録としてちゃんと書くようにして、目に見える形で数字に関しては見といた方がいいです。うん、そうすれば OK ですね。うん、で後ろの方が、おっしゃってるのは、突っ走らないでって言ってます。うん、ちゃんと周りをよく見て動きなさい。周りがついていけなくなっちゃうから、ちゃんとついていけるように足並み揃えて最初やってくださいっていうところを教えてます。っていうところが今現在ちょっと見た段階で分かることですね。はい。JJ から何かあれば。はい、そうですね、よく言われるんですけども、今僕ちょっと健康面がすごく心配なんです。特に目ですね。はいはいはい。なんか悪霊的なものついてないですか。この辺がね、はい、この辺があるんですよ。この辺ね、これはですね、大きく息を吸ってで手だらんとしてふーっと息吸って、はい、うん、分かりました。 OK です。僕今目見たいんですけど、これってああいいっすよ、グラサン外したらまずいですよね。どっちが JJ、 JJ、 あ、それはぼかし入れてやろう。うんうん、買って取ったら映らなくなるから、買ったら、うん、これで映らないから、はい、これ見てください。これ、ね、この指どれ、この人差し指、はい、うん、はい、こっち見てください。目だけ動かして、目だけ動かして、目だけ、分かりました。いいですか。今エネルギーを整えました。はい、ありがとうございます。これはJJ だからです普通のセッションではここまで
これはまた別になっちゃうんですけど、今日は特別にね、はいはい、もうめっちゃ軽いです。今ね、この辺をだいぶふわっと、体調すごく良くなりました。ほんま、ほんま、まあまあ気分的な、ちょっと なんかやっぱなんかついてましたね。目っていうか中に入ってた人がいますね。人っていうか中に入ってるものが、っていうのはそのマイナスのエネルギー、で、どこにあるかを今調べて、それを今ちょっと外します。あ、なんかい中に入ってる、中に連絡の中に入ってるから、それは外したらいい。